健進のり巻きやられ。試合がスタートしました。ここ闘技場ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。あられちゃんキック、あられちゃんキック、交代可能になりました。変身切りつける、あられちゃんキック、変身切りつく、あられちゃんピンチです。あられちゃん出てしまいました。剣心切りつける、剣心リードを守れるか。剣心ここまでリードしています。あられちゃんキック、剣心出てしまいました。残り60秒、決まった、日村剣心勝利です。剣心レッグと緑谷イズク、試合がスタートしました。ここ闘技場ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。剣心吹っ飛ばす、交代可能になりました。剣心切り上げ、剣心吹っ飛ばす、剣心吹っ飛ばす、剣心勝利に向かって一歩リード、日村剣心完璧な勝利です。剣心武藤和樹、試合が始まりました。ここ闘技場ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。吹っ飛んだ、交代してくるか。剣心切り上げ、和樹場外です。剣心切り上げ、剣心吹っ飛ばした、剣心吹っ飛ばした、剣心勝利に向かって一歩リード、葉月槍で突く、剣心切りつける、葉月一気に攻める、葉月槍で突く、葉月槍で攻撃、剣心リードを守れるか。吹っ飛んだ、的な勝利です。日村剣心
剣心筋肉マン。さあ試合開始です。ここ闘技場ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。剣心切り上げ、交代してくるか。筋肉マンチョップ、筋肉マンチョップ、筋肉マンチョップだ。変身切りつく、筋肉マンリングアウト。変身リードを守れるか。変身切りつける、変身切り上げ、筋肉マンチョップだ。剣心勝利に向かって一歩リード。剣心切りつける、決まった。木村剣心見事な勝利。剣心武藤遊戯、試合がスタートしました。ここ闘技場ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。剣心ぶっ飛ばす、剣心切り上げる、交代可能になりました。遊戯リングアウト、切り上げる、変身切り上げる、変身切り上げる、遊戯突き上げる、変身切り上げる、決まった。剣心見事な勝利。
村健信ケンシロウのり巻きやられ日村健信。試合が始まりました。ここ野球ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。この中から誰が抜け出すか、交代可能になりました。あられちゃんキック、あられちゃんキック、ケンシロウパンチ、ケンシン爆弾に触れてしまった。あられちゃんキックだ、インアウトまで持っていけません。60秒、変身切りつける、交代しカードの効果発動、変身苦しい状況、ケンシロウパンチ、変身切りつける、ケンシロウ場外です、変身危ない、変身そのまま出てきました。遊戯突き上げる、さあ残りますか、変身スペシャルドリンクを飲む、遊戯突き上げる、終了時点でストック数が同じ場合勝者なしになります。あられちゃん危ない、変身切りつける、誰が勝ってもおかしくない、前線しましたが勝利ならず。ぬらりくお、さあ試合開始です。ここ闘技場ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。勝利するのはどちらか、交代可能になりました。変身切り上げる、変身切りつけ、陸を蹴りつける、変身切りつける、陸を苦しい状況、陸を出てしまいました、陸を交代、いやできません、変身切りつけ、変身切りつけ、変身このまま勝負を決めるか、陸を危ない、陸を蹴りつける、このまま一撃、圧倒的な勝利です。日村健信、日村健信ジャガー11。試合が始まりました。ここ闘技場ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。交代可能になりました。変身切り上げる、ジャガーさん苦しい状況、ジャガーさん場外です、変身このまま勝負を決めるか、切り上げ、ジャガーさんハートで大きく回復、変身切り上げる、決まった、圧倒的な勝利です。日村健信
剣心両津勘吉。試合がスタートしました。ここ闘技場ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。剣心優位に立っています。交代可能になりました。剣心切り上げる、剣心切り上げる、剣心吹っ飛ばした、剣心切り上げ、決まった。木村剣心見事な勝利。剣心殺せんせ。試合が始まりました。ここ闘技場ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。勝利するのはどちらか。交代可能になりました。剣心切りつける、剣心切りつけ、トロ先生場外です。剣心ハートで大きく回復、トロ先生そのまま出てきました。剣心このまま勝負を決めるか。剣心切り上げ、決まった。木村剣心見事な勝利。剣心アスタトリコ。試合が始まりました。ここ闘技場ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。剣心切り上げる、交代してくれた。剣心出てしまいました。アスタそのまま出てきました。アスタそのまま出てきました。剣心吹っ飛ばした。トリコ出てしまいました。アスタ優位に立っています。剣心遊戯と交代です。遊戯突き上げる、遊戯突き上げる、遊戯連続攻撃、遊戯突き上げる、遊戯連続攻撃、残り60秒、アスタ一歩リード。交代してくるか。攻めきれません。流れを変えたいところ。アスタ体験で攻撃、ブレイブスラストマン。トリコこれは助かった。アスタ辛そうだ。一気に攻める、ブラックマジックだ。トリコこれは助かった。遊戯ブラックマジさんの攻撃。終了時点でストック数が同じ場合、勝者なしになります。遊戯ブラックマジさんの攻撃、遊戯ブラックマジさんの攻撃、遊戯ブラックマジさんの攻撃。遊戯一気に攻める、とどめの一撃。武藤遊戯なんとか勝利を収めました。
天使ウィングマンてんてんくん。試合がスタートしました。ここ夜景ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。てんてんくんキック、ウィングマンパンチ、ウィングマンハートで大きく回復。剣心切りつける、剣心切りつけ、リングアウト。てんてんくんリングアウト。ウィングマンハートで大きく回復。剣心吹っ飛ばした。てんてんくん頭突きだ、剣心場外です。ウィングマン優位に試合を進めます。剣心切りつける、剣心切りつける、てんてんくんキックだ。交代してくるか、ルービーブラックマジシャンの攻撃。ウィングマンパンチだ。てんてんくん危ない、遊戯剣心と交代。リングアウトまで持っていけません。てんてんくんキック、残り30秒、ウィングマン場外です。剣心ハートで大きく回復。終了時点でストック数が同じ場合、勝者なしになります。互角の展開です。剣心切りつけ、剣心切りつける、剣心絶体絶命のピンチ。日村剣心接戦を制しました。剣心ジャガー11サイキックスを。試合が始まりました。ここ夜景ステージからお送りします。制限時間は2分、ストックは2、相手のストックをゼロにすれば勝利です。この中から誰が抜け出すか、交代可能になりました。剣心切りつける、サイキ場外です。ジャガーさん蹴り上げる、切りつけ、ジャガーさん出てしまいました。サイキそのまま出てきました。サイキ電撃、これも超能力か。剣心ピンチです。剣心リードしています。剣心切りつけ、剣心辛そうだ。サイキ見事なコンボ、剣心リードしています。残り60�秒、剣心出てしまいました。交代可能になりました。剣心切りつける、最近切り抜けられるか。ジャガーさんハートで大きく回復。慎重に試合を進めます。剣心切りつける、決まる。